こうやって探すのは効率が悪い気がする。触覚の悪鬼が食事どころに押し入り暴飲暴食、体重の倍の量を平らげる。これ尻尾の仕業だったりしないかな。尻尾ならやりそう。これは単に食い逃げで捕まった人が言い訳してるだけだと思う。じゃあこれはホラー原理怪異事件発生、7日で複数の珍借人が最悪に見舞われる。前にホラー原理を見てた時、尻尾が一番大事なところで私を脅かしてきたのを思い出して。これはただのいたずらじゃないかな。あるいはこれをネタにして原理の売り上げを伸ばそうとしてるのかも。ファフォってば、もう何時間もラフ雑草に張り付いて、ちょっとでも怪しい事件を見つけると私たちにこれって尻尾かなって聞いてくるんだよ。尻尾も大忙しだよね。どんな悪事も尻尾に関連付けられるんだから。尻尾はまだいるって私の直感が言ってるの。でも本当にいるなら、なんで私に会いに来てくれないんだろう。そうだね、何年も一緒にいたんだから、少しくらいフォフォのことも思い出すだろうし、離れるにしたってお別れを言いに戻ってくると思う。でも尻尾がいなくなったとしても、フォフォがすごい半眼であることに変わりはないよ。それは今回の作戦行動でも証明されてるでしょ。ありがとう、消えない風さん。そんなに褒められると恥ずかしい。だってみんなの助けがなかったら、この数日みんなと一緒に行動して少しずつ自信を持てるようになったけど、つい尻尾がいた頃のことを思い出しちゃうの。あの頃の私は役立たずの臆病者で、何かあったらすぐに隠れていた。でも尻尾はいつも私を罵りながら問題の解決を手伝ってくれた。私のお兄ちゃんみたい。はあ、まさに悪縁だね。あ、みんな見て。なになに、尻尾を見つけたの？これ、尻尾の仕業なの？尻尾かどうかは置いといて、これは絶対に西洋の仕業だよ。早く行こう、遅れたら面倒なことになる。そんな時間ないって。フエンなら何か知ってるかもしれないけど、話を聞きに行ってる間に手遅れになっちゃう。みんな気をつけて。今回はすごく攻撃的な作用かもしれない。兄弟、少し落ち着け。さっきある技を習得したんだ。その技でお前の命を終わらせてやる。関係のないものは近づくな。ここは危険だ。私たちは関係のないものじゃないよね、半眼様。君は師匠、それに半眼。君、なんで中央市の人間と一緒にいるんだ。説明すると長くなるし疲れるから、とりあえず目の前の問題をどうにかしよう。運気軍の兵士さん、この場は中央市が引き継ぐから協力してもらってもいい？わかった。でも手加減はしてくれよな。うん、わかってる。
技はどうだ。こいつ大丈夫なのか。命の危険はないはずだけど、手足が痙攣したり会話が成り立たなかったりするのは抜け出せない妄想に囚われてるからだと思う。力を根こそぎ取られたような気分だ。大丈夫、いくつか質問に答えてほしいの。自分の身に何が起こったか覚えてる？ぼんやり覚えてるような。ちょっと待ってくれ。今日は探偵師に忌み物が出たっていう報告が入って、隊長にそれを相当するよう命じられたんだ。でもその後のことはまるで夢を見てたみたいにおかしかった。俺の武器が急に喋り出したと思ったら、俺に武芸の指南を始めて、俺の技は見かけ倒しで力の無駄遣いだから、力を抜けば代わりに武器を振るって敵を倒してやるって言われて。なんで母さんと同じ？じゃなくて、やっぱりこの件は西洋が関係してたんだね。それで指示に従ったら、信じられないことに自分の実力が上がったように感じたんだ。でも武器が言うには、俺の資質はあまりにお粗末らしい。あいつはもう一人弟子を取って自分の技を思い切り輝かせるって言ってた。その時になってやっとそばにキュンを吐いた子供がいて、俺を見つめていることに気がついたんだ。ラフなら小さい頃から武芸を習ってる子供も少なくないけど、剣を履いて歩き回ってる子供って、私たちの考えてる人じゃないといいんだけど。今ならはっきりわかる。あの子供は将軍の高速元凶だ。はあ、いっそのこと当てが外れてた方がマシだった。俺は自分の刀に言われたことを不満に思って、そうしたら気づいた時にはもう元凶に手を出してたんだ。ちょっと、この人に怪我がないか聞く方が先じゃない？ただその時奇妙な光景を見た。元凶が自分の持ってる剣と話をしてたんだ。それから振り返ることなくここを離れて、そして俺の武器は二度と喋らなかった。まずい。彼のことは俺に任せて、君たちは早く追うんだ。元凶の武器は構造師が作った名品で、持ち主に呼応するらしいの。持ち主の一挙手一投足に宝剣は魂を持ったように応じて、決してそばを離れないんだって。もしかしたら元凶は何か危険な目にあったのかも。だから剣が飛び出して誰かに知らせようとしてるんじゃないかな。危険な目。師匠さん、怖いこと言わないで。あの天才少年の剣の腕があれば、彼を傷つけられる妖魔なんていないと思うし。さあ、それはどうだろう。西洋みたいな変なものはどんなに鋭い剣でも切れないからね。ちょっと言おうかどうか迷ってることがあるんだけど。不吉な話ならやめて。さっきの運気軍が遭遇したことから考えると、危険な目に遭うのは多分元凶じゃなくて。そういうこと。この剣の跡を追おう。どっちにしても事態が深刻化する前に元凶君を見つけないと。
完全に暴走する前に早く彼に追いつかないと。私は剣の様子からして元凶君は気流台にいるんだと思う。本当にこのまま無鉄砲に飛び込んでいくつもり？西王に取り憑かれてなくても元凶は運気軍一の剣士なんだよ。スーちゃん怖いの？でも今回の西王は今までのと違ってかなり凶暴みたいだし、私も怖くなってきたかも。変なこと言わないで。私は歩き始めた時から母さんの剣の訓練を受けてるの。将軍の愛弟子には及ばないけど、戦いにおじけづいたりしたら運気軍の名と花伝の剣に泥を塗ることになっちゃう。でも確かに少しだけ怖いかも。元凶に取り付いた西洋がその凶暴さを発揮したりしたら、みんなを守りきれないかもしれない。今回の獣王子の作戦が始まってから将軍様はずっと陰で私たちを支えてくれてた。今度は私たちが報いる番だよ。そうじゃなくても私は半眼として西洋に体を奪われた彼に将来後悔するような大きな過ちを犯させるわけにはいかない。スショウさん、ケイナイフンさん、ナナシビトさん、私に力を貸して。今元凶君は気流台にいる。ナナシビトさん、行こう。気流台にこんなにたくさんの剣が。絶対西洋が生み出した幻覚でしょう。今ここで鈴を鳴らして囚われてる元凶と話ができるかどうか試してみない？幻覚？君たちにも見えるなら君たちも元凶に落ちたってことじゃないの？慌てる必要はないよ。僕からすればこの剣人はまさに宝物庫だ。顔を上げて適当な剣を見るだけで僕が学んできた技よりはるかに多い数千もの技が尽きることなく披露される。何よりこの西洋はさらなる高みを求める人を拒まない。わかってる。ここは西洋の力によって作られた心臓なんだよね。将軍から獣王子の作戦行動に協力するよう言われてるんだ。だから君たちの事情も多少は知ってる。この天外の鬼火に善悪はない。まるで鏡のようなもので人間自身の心が澄んでいれば惑わされることもない。例えば今の僕には雑念がなくこの剣人に強くなる可能性を見出した。そうだよね、陽虚先生。陽虚？その西洋は陽虚って名前なの？そう、陽虚先生は僕の剣術の穴を見つけどうやったら上達できるかを教えてくれると約束してくれた。だから僕は陽虚先生をここに連れてきたんだ。ここは僕が何度も挫折を味わった場所だからね。少年よ、
俺がいれば全てが変わる。隠月のリュウソンだろうと、あの性格ハンターだろうと、貴様に技を伝えた女だろうと、俺の教えを受ければ貴様は奴らを遥かに超える無限の功績を手に入れることができるだろう。あの人たちを遥かに超える無限の功績。君たち、いいところに来てくれたね。僕は賢人から少し学びを得たばかりなんだ。君たちを砥石としてその鋭さを試してみるとしよう。僕の剣術が至らなかったせいで何度も敗北した。妖巨先生の教えがあればきっともっと強くなれる。なんで急に戦い始めるの？剣での戦いは誠意を持って挑むもの。みんな全力を尽くしてね。早く目を覚まして。あんたとは戦いたくないの。これは僕のわがままだって分かってる。でもやっぱり僕と手合わせしてよ。天下無敵。君たちの技は本当に粗雑だね。このまま続けても意味がない。ならなぜ奴らを斬らない。この人たちを斬る。今のはただの練習試合だと思ってたんだけど。勝者は生き、敗者は死ぬ。戦場の法則は宇宙の法則と同じだ。剣術は勝利の芸術であり、勝利した剣だけが受け継がれ、敗北した剣はあればかに埋もれる。でも俺を拒んでいる。それは無意味な慈悲だ。その雑念を捨てられないのなら貴様に進歩はない。剣をあげろ。勝者は生き、敗者は死ぬ。何偉そうに憲法の優劣を語ってるの。ただ人を駒として好き勝手に使って他人を利用して殺意を満たしたいだけの悪者じゃん。私が持ってる剣炎剣は代々家に伝わってきたものなんだけど、私にこれを渡した時、母さんは剣を折っても勝とし、志奪うべからずって言ってたんだよね。それから私はずっとその言葉の意味を考えてた。今やっとその意味が分かった。母さんはきっと剣は折ってもいいけど志を奪ってはいけないって言いたかったんだと思う。元凶、さっきの戦いの勝敗はまだついてないよ。このまま続けても意味がないなんて定説一方的に言わないでよね。この小娘の闘志は実に熱い。彼女はガンとして戦うと言ってるが、少年答えるのか。聞いたりなんかしない。スショウさん、これは運気軍同士の問題だよ。負けてもいいけど仲間を見捨てて運気軍に恥をかかせるなんて私の剣に顔向けできないでしょ。あんまり長くは持ちこたえられないと思う。早く将軍を探してきて。彼が来るまで絶対に倒れたりなんかしないから。ああもうスーちゃんってば。なんてバカなことを。でもスーちゃんが元凶の前に立ちはだかった時の背中、本当にかっこよかった。メイさんの情報によると将軍様は水苑で油を売ってるみたい。早く行って将軍様を探さないと。元凶くんの目を覚まさせることができるのはきっと将軍様だけだもんね。おや、
そんなに焦った様子で一体どうしたんだ。剣法を教えることで人の心を揺さぶる才を、私に代わって教えてくれるのなら助かるが、その妖魔は勝ち負けへのこだわりが強いようだから、元凶の手には余るだろう。では将軍様、すぐに出発できますか。遅くなったら師匠さんが。ああ、分かっている。だがその前に盗み聞きしている不縁に質問したい。君は妖気を知っているんじゃないか。もちろん。あいつは両元の武を司ってた。そして私たち断片の中で一番好戦的なやつでもある。それでその元凶って剣客は何者なの。私の弟子だ。お前から悲しみの匂いがする。ああ、わかった。無能な弟子を助けるために師匠自ら戦わざるを得ないんだ。ああ、妖虚が羨ましい。君は悲しみの味を知っていてもなぜ悲しいのかはわからないらしい。弟子が勝敗に執着して判断を誤り、剣技を磨こうとして近道を選んだ。これは師としての私の落ち度であり、私が悲しんでいる原因でもある。ここで余裕のある振りなんかしない方がいい。妖虚は殺傷性がすごく高いから、一度刺激されたら血のつながった家族すら意に介さなくなる。ましてや師匠なんて言うまでもない。早く行けば、使徒の殺し合いの邪魔はしないから。何、私を嘲笑いに来たわけ。でも今はお前の話を聞く気分じゃないから、あっちに行って。気流台で師匠が待っている。さあ行こう。新作府の行営も大したことないね。私なんて一撃で倒されちゃうと思ってたんだけどな。まさか、まさか、まだ持ちこたえてるなんて。私って自分が思ってるほど弱くなかったんだね。少年、貴様はためらっている。ずっとためらっているぞ。これほど実力差のある剣士を相手に貴様は一体どれだけの時間をかけている。貴様には剣士としてのプライドがないのか。この気流台での敗北を再演するつもりなのか。早く小娘を切れ。血だけが剣についた恥辱を注ぐことができる。彼は切ったりしない。将軍。少年よ、貴様に剣を教えた者が来たぞ。こいつの指導のもと、貴様は失敗したこと、こそなかったが、最近になり人生で初めての挫折を味わった。そして貴様の剣術に対する自信は大きく揺らいだ。貴様はこいつに失望されることを恐れ、こいつが望むような人間にはなれないのではないかと心配している。さあ、こいつに俺が教えた技を披露するのだ。きっと貴様の成長を喜んでくれるだろう。こいつに教えてやれ。次の一撃で先週のために勝利をつかみ取るとな。僕はこの一振りで。
元凶は私に何かを証明するために剣を抜いたりはしない。私は彼を信じている。彼が必ず勝つことを信じているのではなく、いつの日か彼が勝ち負けの概念から抜け出し、自分が剣を振るう真の理由を見つけられると信じているんだ。その理由は楽しいからでも、人を救いたいからでも、敵を殺したいからでもいい。その理由は彼自身が見つけるべきものであり、何人も彼に教えることはできない。今の彼はその最初の一歩を踏み出したんだ。将軍、僕は勝ち負けの概念からの脱却、それは死者と負け犬を慰める言葉に過ぎない。気流台で惨敗した時のことを思い出せ。死の淵をさまよう感覚を想像してみろ。あの時、性格ハンターの剣が貴様の体を貫いていたら、貴様はここに立って勝敗の意義を考える機会さえなかったのだぞ。今こそ己の限界を超え、全ての枷を打ち砕く時だ。死に貴様を縛りつけようとする将軍に向かって剣を抜くのだ。将軍、どうか剣術を披露させてほしい。ここで挑戦を申し込みたいんだ。妖巨先生、僕はこの剣人と先生に挑戦を申し込む。俺の苦心を無駄にしたな、小僧。貴様の功績は本来無限だったというのに、残念なことに貴様には無駄な思考が多すぎる。だがそれも重要ではない。俺は貴様を指導しながらその一挙一動を把握した。貴様が俺に挑戦するというのなら、もちろん応じてやる。貴様の技を使い最後の授業をしてやろう。貴様の剣法は全て把握している。貴様に披露してやろう。異常な剣の下でそれらはどれほどの威力を発揮するのだろうな。大丈夫、元凶。剣術の型を隠し思考を制御すれば心を乱されることはない。わかった。期待に応えられなかった。この一撃、運は僕に味方したみたいだね。実にいい。貴様の勝ちだ。はあ、なんとか無事に終わったね。こいつを瓢箪の中に収めないと。将軍、君はよくやってくれた。私も歳だから、感情を煽るような話はやめておこう。それでも僕を幻の中から助け出してくれたみんなに感謝しないと。特に師匠。もう西洋に取り憑かれた人って、なんでみんな謝るのが大好きなんだろう。みんなは被害者で、悪いのはあちこち好き勝手に逃げ回ってる奴らなのに。むしろ私と戦う時に抵抗してくれたり手加減してくれたりしてありがとう。でももしかしたら最近私の腕が急に上がったってことはないかな。3人ともそう思わない？ねえ。
きてる時のスーちゃんはすっごく頼りになるよ。いけない、ラフの帝宝の一面広告欄を買ってしっかり自慢しないと。みんな私をこき下ろすのが日課になってない？この件についてどのようにラフ雑草に載せるつもりなんだ？新作譜に関わることだから、できれば。それについては、その彼女と相談させてほしいな。これでみんなは大丈夫？二人とも僕のために事実を隠してくれてありがとう。本当に反省してる。ううん、全部無事に終わったわけだし。でもこれ以上長引かせるのは良くないから、早く戻って西洋を速計大蛇人に封じよう。この西洋の危険性を考えると逃げられないか心配で。では私と元凶は先に失礼するとしよう。ふう、じゃあ私たちも行こう。本当に危険だらけの戦いだったけど、スショウさんがいてくれてよかった。自分の実力は私が一番よく分かってる。もし元凶が西洋の誘惑に抵抗してくれなかったら、みんなが助けを呼んでくるまで持ちこたえられなかったと思う。それ私も不思議に思ってた。助けを呼びに行かせるなら一人で十分だったよね。あの状況なら彼女みたいな戦力を残して手を貸してもらうべきだったんじゃない？ちょっと恥ずかしいんだけど、あの時は頭に血が昇ってそこまで考えられなかったんだよね。はぁ、スーちゃんってば、呆れた。そんなに頭に血が昇りやすいなら一度探偵して見てもらった方がいいよ。これも三人を守るためじゃん。フォフォは誰かが守ってあげないとだし、ケイちゃんは一般人だし、危険なことをさせるわけにはいかない。それに彼女に至っては新作譜の気品だもん。何かあったら外交問題になっちゃうでしょ。必死に考えて結局私が残るのが一番いいと思ったの。尻尾がいたらみんなの足を引っ張ることもなかったのに。今のは聞かなかったことにして。フォフォ、私が適当に言ったことなんか気にしなくていいから。スショウさんのせいじゃない。ただ尻尾がいなくなってから、私みたいな普通の人間がいつまで獣王子の仕事を続けられるのかなってずっと考えてたの。ううん、悩むのはやめる。明日はもっと危険な任務があるかもしれない。みんなしっかり休んでね。